どうも、井上です。この動画では PDF に直接テキストを書き込みたいときに、簡単な、テキストの内容でしたら、無料でできる、ソフトがあるので、そのやり方っていうのを、説明してみたいと思います。この今ここ出てる PDF ですね。こんな感じの簡易的な記入ですね。テキストの記入とかでしたら、この方法でできますので、参考にしてみてください。本格的な、PDF の編集とかになると、ちょっとこのソフトでは難しいと思いますので、その時はまた有料版とかになると思います。その辺はまた、ご自分の環境に合わせてやっていくようにしてください。この動画で簡易的な、記入の場合に、できますので、参考にしてみてください。例えばですね、このPDF をダウンロードしてちょっと書いたりするときは、それで十分だと思うんですけども、この PDF を一度ダウンロードして記入して、メールなんかで添付して送りたいときですね、そういった場合また、ダウンロードして記入して、それをまたスキャンして読み込んで、それを送信するとかになると、ちょっとかなり手間なので、この方法をやるとここに直接書き込めますので、このままメールで送信というのもできますので、よかったら参考にしてみてください。一応、使うのは、この Adobe ですね。 Adobe のアクロバットリーダー DC というのがあるんですけど、これをご自分の PDF を編集したいパソコンにこれをインストールしている必要があるので、まだ入ってない場合でしたら、こちらからダウンロードして、インストールするようにしてください。このページの、この URL ですね、下の概要欄に貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。で、一応、本格的な PDF の編集とかになると、この下の、プロ版っていうのもあるので、こちらは有料になるんですけど、こちらも使うと、本格的な PDF の、編集とかできると思いますので、よかったら使ってみてください。このダウンロードのやり方というのは、この動画ではちょっと割愛させてもらいます。そしたら早速、テキストの記入のやり方っていうのをやっていきたいと思います。で、一応これですね、アクロバットリーダー DC というのが、パソコンに入っている状態で PDF を開くと、こんな感じの画面になります。で、これですね、ここちょっと閉じます。こんな感じの、内容になると思います。こちら編集とか注釈とかあるんですけど、で、今回使うのは、ここの住所とか、連絡先ですね、この辺を記入して、送りたいと思いますので、そのやり方をやっていきたいと思います。まず、ここの表示ですね、ここですね、表示っていうのをクリックします。で、このツール、これを、マウスを押せると、ここに出てきたのが分かると思います。で、これの注釈にマウスを押せます。で、この開くですね、この開くをクリックします。すると、これ、ここ変わったのが分かると思います。これで記入できる状態になってますので、これのここですね、この T っていうマーク、これをクリックします。で、この、今これ、一回消します。これない状態でしたら、こんな状態で、クリックしてもできないんですけど、これで入れても、記入できないんですけど、投稿したらこんな感じになります。で、ここに、直接入れたいと思って、これ一回消します。削除で消します。ここに、テキストを、記入したいと思えば、この T ですね、これをクリックします。で、今 A っていうのが出てると思います。この状態でこの入れたいとこをクリックします。すると、これ、点滅してる、テキストを記入できる状態になっているのが分かると思います。で、こちら、こういうのが出たのが分かると思います。で、これで、記入できる状態なので、ここに例えば120と入れます。そこ入ったのが分かると思います。これ、動かしたい場合ですね、こう、今このテキストですね、こうクリックしてすると、ここに、このマークに立ったので、これで十字に合わせてこう動かすと、移動ができます。この文字のサイズですね、移動します。この文字のサイズのこれ、ダブルクリックして、ドラッグアンドロップすると、こう色が変わったのが分かると思います。で、この状態でここで、フォントの設定ですね、こちらで、文字の大きさですね、こうですね、今小さくなったら分かると思います。こういう感じで設定できます。で、あと、これ色もここで、文字の色っていうのも変えれます。ここですね、色変わってるのが分かると思います。
こんな感じでできますので、一回黒に戻しておきます。こうですね。変わったのがわかると思います。あとまたこれ下。で、ここに、記入して、ここ、今、ここ出たのがわかると思います。こう、こんな感じで出るので、ここに、また書きます。おー、そっか。簡単にこうしておきます。こんな感じで入れたら、ここに入ってくるのがわかると思います。でこれの、サイズですね。書いた場合はこう選択した状態でここをクリックして、これでサイズは今大きくなったのがわかると思います。で場所ですね。この場所をちょっとずらしたいなっていう場合は、これのこの今これがこうですね。こうするとこうクリックしたらここに出たのがわかると思います。こんな感じで出るので。この状態でこう、まあ、十字になってるのが分かると思います。この十字になった状態でクリックしたままでこうずらすとこうですね、場所がずれるのが分かると思います。こんな感じでずれます。これで設定します。で今度振り仮名ですね、こうこんな感じでクリックするとこうまた出たのが分かると思います。でこれでここにと入れます。でこれサイズちょっと大きいのでサイズを小さくします。これで小さくなりました。でこれで交換こんな感じでこんな感じでずらしていけると思います。で次連絡先ですね、ここでクリックします。でここに入れます。でエンターを押して、これも今ここにこれですね。これが、テキストに、ここテキストになるので、これを、動かしたいと思います。こうですね。今動いたのがわかると思います。この辺は、慣れてくるともっとすんなりできるようになると思いますので、よかったらやってみてください。こうですね。こんな感じで、でこれ大きくします。このぐらいですね。でこれを動かします。これで OK ですね。で、234としておきます。で、1234はこれですね。これなので、選択した状態で、この辺ですかね。で、ここまた選択して、くとしておきます。で、これを選択、どれよ、これですね。こうですね。こんな感じで、記入できますので、ここも入れておきます。堺とします。これは、すんなり入ったと思います。で、これで、サイズを変えます。ちょっと大きくします。で、堺、これですね。これで、で、次ここですね。ここが7。7、3、この辺ちょっとずれてくるので、この辺をまた微調整していくという形になります。そうですね。これで記入、こういう感じで記入できます。であとこれ、もし書いたの変更したいとか消したい場合ですね、削除したい場合は、これ例えばこの堺、ここを
削除したい場合はこの境ですね、ここ境っていうのがあるのでこれクリックします。するとここ、3つの窓があると思うんですけど、ここメニューっていうのをカーソルを合わせるとメニューっていうのが出ると思います。ここでクリックします。そこの感じで出るので、これで編集で、この内容っていうのを変えれます。とかとか変えてみます。で、投稿するとこんな感じで変わったのがわかると思います。でとかで、これでこの削除、これを削除をクリックするとこれ今消えたのがわかると思います。こんな感じで削除もできます。こんな感じで編集もできますので、よかったら使ってみてください。で、このできた分は、ここで、印刷という形になります。こんな感じで、簡単な、こんな感じの簡単なテキストの記入とかでしたらこの方法でできますので、よかったら参考にしてやってみてください。この動画は以上になります。この動画がためになったと思ったら、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の方も、よかったらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。